皆さんこんにちは、カエデです。今日からたくさんリクエストをいただいていたダンスの基礎動画をどんどん発信していきたいと思います。そして第1回目の今回は超基本のストレッチを皆さんにご紹介したいと思います。今回紹介するものは本当にどこのレッスンに行ってもほとんどの先生が一番初めにやるストレッチの内容だと思うんですけど、まず最初に私が細かく説明していきます。そしてその後に曲に合わせて通して行います。このストレッチはただのウォーミングアップではなくて、怪我を防止して体の可動域を広げてダンスを上達させるための体の使い方が盛り込まれているストレッチなので、まずはしっかり注意するポイントを押さえてから毎回練習の前に取り入れてみてください。それではレッツゴー。では最初にダンスで使われている用語や注意する点など全て細かく説明していくので意識しながら一緒にやってみてください。まず全てのストレッチを行う際に絶対にお腹に力を常に入れておいてください。全身を固めるんじゃなくて他の力が抜けててもおへそを少しキュッと引き上げるイメージでお腹だけしっかりと腹筋を入れることで踊っている時にも常に腹筋に力を入れて踊ることができるので、ストレッチの際から意識してお腹を引き上げておいてください。そしてまず初めに足を肩幅に開いてパラレルポジションというポジションから始めるんですけど、パラレルポジションというのは今みたいにつま先がまっすぐ前に平行に向いている状態です。逆につま先が外に骨盤から開いている状態がターンアウトと言います。これは踊っている時もストレッチしている時も自分がパラレルポジションを取っているのかターンアウトを取っているのかを常に考えながらストレッチしてください。最初はパラレルポジションで首を前から右に回していきます。1、2、3、4、5、6、7、8。この時に注意するのはお腹以外の力を抜いておいて肩が上がってこないように肩は落としてリラックスした状態で首を回していきます。そしてどこかだけ速くなったり遅くなったりしないようにちゃんとカウントを守って1、2で右、3、4で後ろ、5、6で左、7、8で前というふうにずっと均等な速度になるように回します。したら反対、左回し、もう一回右回し、左回しで4回回したら次はロールダウンという動きに入ります。ロールダウンっていうのは頭からゆっくり下に下ろしていくんですけど、この時に注意するポイントは頭のてっぺんから尾てい骨までつながっているこの背骨を一つ一つ曲げていくようにして、すべての背骨を使って降りていきます。頭から吐いて首、胸、お腹、腰というふうに落ちていきます。で、落ちた時に体重がこう後ろに乗っちゃうと思うんですけど、それをこの尾てい骨が自分のかかとの真上に乗るぐらいお腹を引き上げて重心を前に乗せます。したらプリエといって膝を曲げます。そしてストレッチ伸ばします。で、この時にポイントがすぐにお尻から地面に向かって下ろすんじゃなくて、お尻はできるだけ天井を向いたまま膝を曲げて、で、限界まで来たらお尻をちょっとずつ下ろす。次上がる時もお尻からできるだけ天井に向かって上げて膝を伸ばします。来たら次はさっきと逆のロールアップ、
肩骨から背骨を一つずつ順番にゆっくり使って次頭でしっかり背骨を一つ一つ立てていきます。もう一回ロールダウン、ワン、ツー、スリー、フォープリエ、ワン、ツー、スリー、フォースレイ、ワン、ツー、スリー、フォーロールアップ、ワン、ツー、スリー、フォー。2回やったら今足を肩幅に開いてやってたのを左足を右足に揃えて足を閉じてやります。同じことを1、2、3、4、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 1、2、3、4やったらまた肩幅に開いて次はさっきの倍速1、2、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 
2、1、2、1、2、1、2です。これだけでもお腹をしっかり引き上げて、背骨を一つ一つ折る、お尻を上げて、ゆっくりしっかりストレッチをすることで、かなり体が温まります。来たら、次は両足を大きく開いて、さっきはパラレルだったんですけど、次はつま先を開いて、ターンアウトにします。で、最初手を横に開いて、右に引っ張って、そこから上を取って、左に倒します。その時、右手と左手を引っ張って、右の脇腹を伸ばします。来たら反対、また遠くを取って、左から右に持ってくる。また左手と右手を引っ張って、左の脇腹を伸ばします。来たら戻して、また右に引っ張って、次は左でも横のまま左に倒します。横から見た時にまっすぐなっているように、こう前に倒れたり後ろに倒れたりせずにまっすぐ横にして伸ばします。で、指先もまっすぐ伸ばす。来たら次、この右の側筋を使って上がってきます。来たら今はこのまま横に倒れたんですけど、次は腰から左に抜いて前に倒れます。この時に尾てですから、頭から手までずっと全部が床と平行になるようになります。これをフラットバックと言います。逆にこんな風に腰を反ってしまうと腰を痛める原因になるので、猫背でも反り腰でもなく、腹筋にしっかり力を入れてまっすぐを目指して手も伸ばします。来たら次、お腹から後ろに持ってきて、次は右斜め後ろに向かって胸を開いて後ろに反ります。来たらまた腰から戻して、さっきのフラットバックを通って、次は左足に体を寄せます。この時左足の裏もも内ももが伸びてて、そこからさらに伸ばすように右足をプリエします。1回戻す、2回ストレッチ。したら体を真ん中に持ってきて、足はパラレルにします。で、この時もお腹をしっかり引き上げて、それ以外上半身は力をしっかり抜きます。で、お尻を高く保ったまま振りへストレッチ、振りへストレッチ。で、また力を抜いてストレッチした
右に倒します。で、側筋を使って上がって腰から回してフラットバック、指先まで全部伸ばしたらお腹からプッシュして後ろに倒れる。また腰からフラットバックを通って右足に寄せてくる。右の裏もも、内ももを伸ばして左足をプリエストレッチ、プリエストレッチしたら体を真ん中に戻して足をパラレル、お腹を引き上げて上半身の力をしっかり抜いたらプリエストレッチ、プリエストレッチ、またしっかり力を抜いて見ていますから、ロールアップ。来たらまた足をターンアウトにして膝を曲げて右の肩から入れます。この時につま先だけ外を向くんじゃなくて膝もしっかりと開いていきます。反対、左肩、次左肘をついてより深くストレッチ。反対、右に続いて左肩を入れる。来たら左足に乗って右足伸ばします。で、右手膝持って左手肘で足を開きます。で、つま先をポイントといって伸ばします。膝もしっかりと伸ばします。左足は股関節をしっかり開いてこの右足の内ももを伸ばします。次、今ポイントから次はレッジといってかかとを押し出してつま先を天井に向けます。で、しっかりと膝を伸ばすことでこんな風にかかとが床から浮くぐらいフレックスをします。で、右手を後ろについて左手で膝を押して左の肩を入れます。で、戻して次は左向きになって大きいランジになります。この時左足のかかとと膝と右足のかかとが全部90度になるように注意します。で、右足の膝はしっかり伸びてて右足の付け根と左足の裏ももが伸びてます。そこから膝を伸ばします。で、この時に前から見ると多分意識しなかったらこんな風に右のお尻が上がっちゃうと思うんですけど、それを右のお尻を下げて床とお尻が平行になるようにして左の裏ももを伸ばします。ここからさらに左足のつま先を上げてストレッチ、さらに右足プリエで左の裏ももを伸ばします。来たらつま先ついて左足に全部体重をかけます。右足は上げてさらにこの左足の裏ももを伸ばしていきます。で、頭は左足に突っ込むぐらいストレッチしたらまたランジの形に戻ります。右足の膝をしっかり伸ばして次左足のつま先、膝を外に向けて両肘を床につきます。で、右の膝もつきます。右の膝をつくんですけどこう曲がるんじゃなくて遠くに伸ばして右足の付け根伸ばします。来たら手をついて左手で右足を持ちます。できる人は足がお尻につくぐらい伸ばして、次、最初は難しいんですけど右足を外に開いて右手で右足を持って胸を開いてバランスを取ります。最初はね、絶対に難しいと思うんですけどちょっとずつ慣れてくるのでバランスを取れるように頑張ってください。来たら右手、右足ついて右膝を左の足に入れます。で、左手を回してきて
で左の膝を抱えます。で、顔は前を向きます。前から見ると左の膝が立ってて、右手で左の膝を抱えて、顔は左から後ろを向く。で、その時に横から見るとお腹の力が抜けて、こう猫背にならないようにしっかり尾てい骨立てて、お腹の力を引き上げて姿勢をよくひねります。来たら顔を戻して膝を重ねます。で、両手引き上げて、お腹もしっかり引き上げて前に倒します。左のお尻がしっかり伸びているのを感じてください。きつくてもしっかり息を止めずに呼吸をしながらストレッチをします。来たらロールアップして、で、今後ろ向きなので左の足をついて、さっきのランジの形に戻ります。で、前に戻します。来たら手をつないで前に伸ばして、右足はフレックスで、ここからお腹をしっかりと引き上げて右に変えます。これはストレッチというより、この内ももを鍛える筋トレなんですけど、この時にお腹が引き上がってないと倒れてしまうんですけど、しっかりお腹を引き上げて内ももの筋肉を使って移動します。で、ついたらしっかりフレックス。これを最初1、2、3、4で、1、2、3、4をやってみます。もう一回1、2、3、4、1、2、3、4をやってみます。次1、2、3、4、休まず1、2、3、4、もう一回1、2、3、4です。来たらストレッチ、最初と同じことを反対でやっていきます。足はポイント、右膝は開いて、左の膝は伸ばして、そこからフレックスにして、左手後ろにつく、右手で膝を押して、右肩に入れる、戻す、右見てランジ、左の膝をしっかり伸ばして、かかと膝、かかと90度を作って、膝を伸ばす、お尻の高さを気にして、右の裏ももをしっかり伸ばす、右の足上げる、左足首へ、右足に乗る、右の裏もも伸ばして、頭を右足に突っ込んで、右膝を曲げる、しっかり左足に膝を伸ばして、右足と右膝を外に向けて、両肘床につく、左足膝つく、両手ついて、右手で左手つかむ、たら左足外に出して、左手で足つかむ、しっかり胸を開いてバランス取ったら、左手ついて、左足ついて、左足を下に入れ込んで、左手回してきて、右膝をつかんで前向く。前から見ると左手で右足抱えて、右から後ろ向きます。そこから膝を重ねて、両手アップ、引き上げて、トントンって前に倒れる。右のお尻をしっかりと伸ばして、息吸って吐いて、ロールアップです。これを後ろ向きでやってるので、右足ついて、ランジで前に戻る。しっかりストレッチしたら、手ついて、頭を下に下げて、足を真ん中に集めます。お腹をしっかりと引き上げて、上半身の力を抜いたら、両手を後ろで組みます。肩甲骨を寄せて、両手を前に力を抜いて、頭を足の方に近づけます。しっかり力を抜いたら、手を下ろして足を振り上げ、 and stretch。
一つ背骨を使ってロールアップし、以上です。このポイントがしっかりと頭に入ったら曲で一緒にやってみましょう。足を肩幅に開いてパラレルで立ちます。お腹をしっかり引き上げて、それ以外の無駄な力は抜きます。首を右から回します。反対、脇腹を伸ばします。左から反対、左手と右手を引っ張って左の脇腹を伸ばします。右から引っ張って手をまっすぐ伸ばします。側筋を使って起き上がってフラットバック、床と背中が平行になるように、お腹をプッシュして後ろに反ります。胸を開いて、腰からリリース、フラットバックを通って左足へ、右足プリエ、ストレッチ、エンプリエ、ストレッチ、上半身センターへ、足はパラレルで、プリエ、ストレッチ、プリエ、エンストレッチ、お腹を引き上げて上半身の力をしっかり抜いて、ロールアップ、ゆっくりゆっくり、反対いきます。指先までまっすぐ伸ばします。使って起き上がってフラットバック、反り腰にならないように気をつけて、お
お腹からプッシュして、胸を開いて後ろへ。腰からリリース、フラットバックを通って右足へ。左足プリエ、ストレッチ、エンプリエ、ストレッチ、上半身センターへ、足はパラレル、プリエ、ストレッチ。上げて上半身リラックス、尾てい骨からゆっくりロールアップ。足を開いて右肩を入れます。お尻を伸ばします。ゆっくり深呼吸して、
ロールアップ。ランジに戻ります。前へ戻る。ストレッチ。両手を前に伸ばしてフレックス。右へ行きます。せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、レスト。せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、レスト。右へ、ワン、ツー、スリー、フォー、反対、ワン、ツー、スリー、フォー、反対、ワン、ツー、スリー、フォー、反対、ワン、ツー、スリー、フォー、ラスト。左足を持ちます。できる人は左手も足を持ちます。胸を開いて右足の下に入れます。左手で右の膝を抱えてお腹を引き上げて背中まっすぐ。膝を重ねます。両手引き上げて遠くを通ってストレッチ。右のお尻が伸びています。深呼吸。ロールアップ。ランジに戻って前に戻ります。足をセンターに集めます。リラックス。後ろで組んで前へ。両手離してプリエ。ストレッチ。
ても柔軟性も必要ですし、常にいろんな場所に気を使ってしないといけないので、初めはうまくできなくて当たり前です。私もこのストレッチを何年も何年も続けていますが、もっともっと改善できるように気を使いながらストレッチを続けています。毎日振り付けを練習する前にこのストレッチを絶対に取り入れることで、どん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 体も踊りも